お給料がなかなか増えない中どうやったらお金が増えるのそんなお話を厚切りジェイソンさんにしていただきます。どうぞよろししくお願いします今だからやっぱり 最近になってその投資をしましょうみたいな流れがブームになってるんですけどアメリカはもともと多くの方が投資されるんですよねまあアメリカはその老後資金は自分で作らないともう政府ややってくれないという思いが昔からあったんですよね日本もこれからまあ投資してみようという方増えています、うんえー、そもそも厚切りジェイソンさんなんですけどもアメリカから来られて12年 IT 企業の役員そしてお笑いタレントでもいらっしゃいます WhyJapanesePeople はもうおなじみでございますけど 久しぶり。はい。はい、久しぶりでし <laughs> 今で言うと、どうですかこのお仕事で言うと、割合は何が今メインですか?。その割合の計算法は何ですか?。時間ですか?。収入ですか?お。収入でいきましょうか?。か収入でしたら、まあ、はい、いい勝負かもしれない。いい勝負ぐらいは半々ぐらいということですね。はいはい、時間は。 時間はそれもね、なんかいい勝負なんですよね。というのは、効率よく働けば、例えばこれは大阪来てるんですけど、東京から来たわけで、新幹線、パソコンを開けば、IT の仕事を着ながらもやって、出帰りもできますよね、だから無駄がなくせば、いろいろ効率よく仕事できます。で、2年前に出版されたこの本が大ヒットいたしました、お金の増やし方という、ジェイソンリューお金の増やし方。実際に ジェイソンさんが実践してお金が増えたよっていうそういったテクニックが書かれている本だと思っていいですかそうなんですね自分が実際に自分のお金をどうしているのかで、うん、なんでそれにな取り付いたのかというんですかね、うん、を考えて、えー、実際にまあ細かく説明してますけどねはい。で日本で言いますと老後2000万円問題もう2000万円は老後必要ですよなんていうことで不安になっている方も多いと思います好き、はい、ないお金の不安お金を増やすプロのジェイソンさんに教えていただきますお金を増やしたいならまず 節約ということでございます収入を増やすより支出を減らす方が費用対効果が大きいですよということなんで、ね、そうですね、まあ、でも節約する前にまずは現状を把握する必要があるんですよね、はい、今実際にいくら使ってるのか、えー、どこに流れてるのかをどれほど分かってる人はいないのか、はい、僕は不思議でしたんですよねなるほど今でも1円単位で例えば販売機からジュースを買ったとしてもそれを記入して後で分析するんですよ、はい、でそうするといろいろ見えてくるんですよね 1>, 1年間でこんなにコンビニで使ってたんだとか<ー>で、そうすると、ちょっと節約しやすくなるかなと思いますよく家計簿つけましょうとか言いますけども、も、はい、そういういことですか、ねまあ、まさにその通りで、あ<ー>でその収入もまあ大事なんですけど、増やすのもなかなか大変かもしれないですが、うん、その支出を減らすのは、そのまずは所得税を払う収入もありますよね、その収入をもらうときは所得税払って、うん、で使うときもその消費税もかかるんですよね。 側から取られるので、はい、まあ1000円をよ,く、えー、より、えー、なんだ稼ぐよりもその700円ぐらいお金を使わないのは実は将来にとって起きるお金が同じぐらいある,、はいるね、700円の消費をやめると約1.5倍の力があるというのは節約 <laughs> なるほど、はい、節約といってもそういう考えが突き詰めればそういうことですよねで実際にジェイソンさんされている節約ということで皆さん真似ができるものありますでしょうか例えば買わない自販機、はい 普段ドリンクはもう手作りのドリンク、飲料を持ちそうですね僕のやってることなんですけど、まずは全部記入してるので、自分にとってこれは幸せですから、幸せでなければ、これを削りましょう、代替案、代替品、同じようなことはできるんだけど、もっと安いやり方だったら、それを代わりにやるだけで、ものを買わないで済んだり、いろんなことはできます。もももうつ大大ききいいののは固定費なんですよねね毎毎月月かかかかる通信料と番 いくら使ってるんですか携帯の私はね最近になって格安素晴らしいそれはまだやってない人が多いんですけど僕は夫婦そろって3000円かからないですよで一人当たり1万超えてる人が多いと聞きますんですけど似たようなサービスなんですよね結局どこでも使えますしギガ数というか困ることはないので僕は大丈夫で3000円で済まどてますか武田さんいやすごい何万円ですよ何万 じゃなくて、それ格安いった方がいいかもしれないですね。ちょっと考えないでなんかほらなんか今のままの方がいいってなっちゃうんだよね。なんでだ。怖い。なんか面倒くさいとかなんか難しそうだなとかいろいろ。でもその面倒くさいでずっとやらないことは年中年中重なっていくと、それこそ廃金になりますよね。固定費だから積み重なっていくんですね。買わない。洋服はお下がり。お下がりで。でもジェイソンさん大きいからなかなかないじゃないですか。 まあこれはそうですねあの昔からのものもありますしアメリカ行くと例えばまあ友達お母さんからもらったりでもうボロボロになるまでは使い続けるそうですか行かないコンビニと飲み会にはもう近寄らないし妻のご飯が美味しいよ近寄らない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 見てもいいんですけど別に買うつもりもなければ入る意味もないんですよね何で入るんですか こんなにセレクションあるんやつって <laughs> そんなに感動する日もあるんですか <laughs> でも見て回るのはあこんな新しい商品あるんやなとかありますよ <laughs> でもそうすると誘惑に負けて買ってしまうじゃないですか、うん、新しいチョコレートの味が出てたらちょっと買ってみようかなとかありますけどね、うん、え飲み会ももう行かない そうですね、自分の価値観なんですけど、この人と一緒に飲む分の価値はないかなと思うったら、僕は断りますた断そう、誘われたから行く必要はないと。ジェイソンさんなんか15キロ程度なら余裕でもね、これも散歩も好きですし、例えばオーディオブックとか、ポッドキャストを聞きながら、野鳥を見つけるのはめっちゃ楽しいですよ、仕事がなくても15キロぐらい歩きますよ、そうしたらもう一石二鳥、実際、意思は投げないですら そうでも全部好きなことをできますのでそれはいいですよね公共施設の活用公園で筋トレしたり大量買い割引買いこれもねあのいつも優遇で僕は懸垂してるんですけどこの間そう保育園児が来てみんなマーチョマーチョと叫ぶようになってきましたねちょっと有名に目立ってるかもしれない大量買い割引買い安いの思い込みに注意してくださいよ なんか、単価を見た方がいいんですよね、うん、これはもう安く見えるかもしれないですけど、容量は少なかったり、なんか安く見せかけてるんですけど、実は計算したら、もっと安い買い方ありますというのは、結構あります、はい、欲しいもの、ちょっと待つ、セールになるそうですよね、その娘たちは3人いますけど、ゲームソフト欲しいときは、出たばっかりの頃よりは、少し待って中古でも買ったら、同じものを2個買えますよみたいな話ですよね。 マー先生いかがですか節約ですも私もですね独身の頃は家計をつけてて<う>前の月と食費がどのぐらい増えたかとか何が増えたかとかやってたんですけど、うん、家族できると家族まで制御できないんですよ <laughs> <ら>そうすると、まあ、あの私の主人はもうバンバン使ってきちゃうので <laughs> <ら>コ,ンコンビニも気軽に入っちゃうから,らせめてと思って私がやってるんですけどあんまなんか努力も難しあそれきついですよねでそれも本で紹介しましたけど, <laughs> なるほど夫婦間のその価値観を合わせないと結構厳しいですよねでそれはアメリカ少なく ともアメリカだと離婚の原因の上位に入ります。えー、感覚が合わなかったと。とね、の僕の場合は同じアプリを共通で使っているので、あ,<ー>あの別々自分の携帯に同じものに入れると相手にもあこんなに使ってたっつって家庭レベルの分析ができます。そういうツールも上手に使う。価値観を合わせましょう。う価値観を合わせるですね。わ、うん、かりました。さあそれでできたお金節約でできたお金を、うん、ジェイソンさんはおすすめの投資法長期分散積み立てのコツコツ。 投資、投資信託がいいんじゃないかというふうに提案されていますす、ねまあ、株式投資のまあ鉄則というんですかね、長期分散積み立てがえ結構大事になっていきますけど、もう何もなんだろう、注意なくこれが勢いあるから買ってみましたという株の投資は結構危険なものがあったりしますけど、その長期と分散で考えていけば、ある程度そのリスクを緩和できることにつながりますでこの分散で言いますと、この投資信託というのが分散できてるよということです。どういういいことかととかますと普通 この個別株というものがあるんですけれども例えば A 社、B 社、C 社それぞれの会社に投資をするのではなくて投資信託というのは ABCDE とたくさんの会社の株がまあひとまとまりになっているパッケージになっているものを投資信託と言います。こっちの方がジェイソンさん 分散でできていいるととうこすねそれはただセット商品という意味なんですけどこれも気をつけないといけないのは投資信託は本当に山ほどあって意外と分散していない投資信託もあります例えばすべて医療のこういう業界だけの投資信託とかもあったりするんですけど僕は勧めているのは幅広くいろんな業界いろんな事業いろんな地域いろんなものにまたがってるそれこそ究極の分散型の投資信託はいいと思ってます。 さらにこの投資信託にはアクティブファンドとインデックスファンド、うん、ちょっと難しい言葉なんですけども、はい、この2種類があるんですが、はい、アクティブファンドは指数を上回ることを目指して、はい、ハイリスクハイリターンということが言えるかもしれません、はい、インデックスファンドは指数に連動することを目指していますので、まあ、ローリスクローリターンジェイソンさんこれはどう見たらいいですかあ、まあ、まずはそのハイリスクハイリターンローリスクローリターンというのはちょっと、うんえー、まあ躊躇 <laughs> する言い方かもしれないですけど、はい、そのアクティブファンドは人の知識を使っているので でその人の分の給料を手数料で払わないといけないんですよね、うんうんで。そうすると手数料が高くなるので、仮にインデックスファンド、その株指数を超えたリターンがあったとしても、それは手数料を紙で考えたときに、まあ、負けたりすることになる。<ー>で、そのインデックスファンドはただ、例えば SP500 とか、ダウ、うんえー、ジョーンズとか、うん、日経平均とか、そのまま入っているものを自動的に買うというのは、人の知識いらないので、うんうん、自動的にやるから手数料低くできるので、まあ、その指数の ままの実現ができます。はい、誰でも再現性の高いやり方です。<ー>で、これ長期っていうのはもうできるだけ長いことをまあ持っといた方がいいですよということです。まあそうですよね。はい、その複利の力で少しずつですけど、うん、例えば1%ずつ行けば、うん、全然最初は100円が101円になってるのは1円だけやんつって思うかもしれないですけど、塵、うん、も積もれば掃除しましょう。そういや掃除するす。 山となるって、はいね、少しずつですけど <laughs> いつの間にか大金になってないですがる最初は気づかないほどの成長のは長期かければ福利の力が発揮できますこれ,、ね、これね、私ねかる、すごくよく分かってもう一言じゃない私もやらなきゃと思ってるんだけどただほら、インデックスでもこうやったときにバーンと下がるときあるでしょ、はい、例えばリーマンショックみたいにああいうときに下がるともう怖くなって売りたくなるわけですあ,あいいういうううはど心持ちでいればい,い だからずっとそのままやもう決めたやり方でやり続ける必要があるんですよね。で、下がったこと下がった時こそ今買う、買い続けるべきなんですけど、うん、毎月同じ金額を入れると、下がっている時は同じ金額で、さらに株数が買えるので、うん、戻ってくる時は、自分のリターンはその分、加速でできるんですよ、うん、だから安い時は、売ったらそれは損確実させますし、うん、安,い安くなっている時のいい買い物のチャンスを逃してるので。 もうずっと計画通り冷静にやり続けるしかないですよねもう我慢して10年を見据えてやるってことです、ね、10年20年30年20年30年の相関コツコツ積み立てようということなんですが、はい、さあそんな中ですね投資信託ですけども現金化するときは税金がかかりますよね、うん、儲けの約2割が税金で取られます10万円の利益が出たらあ2万円が税金です Why Japanese people? ニーサをやらないの<ー>街頭インタビューでもやってないっていう人の方が多く ね、ももったいいなですよねうまずはやらないと自分の老後資金はなかなか作れない時代にはなっていると思うんですけど、うんはい、やるんだったら税金が非課税になるやり方があるのであればそれを使わないのはもうある意味その分のお金を逃してしててまっっいいるからもたないですよね、はいはい、今もです、ね、NISA という制度あるんですけども来年からですねさらにパワーアップするのがこの新 NISA というものでして、はいえー、例えばその枠が大きくなっていたりあとはまあ無期限だというところですよね。はい、非課税全部 で1800万円ままででいけすすよととうことですからやっぱりこれをうまく利用した方がいいというジェイソンさんそうもちろんその通りでやって NISA はあくまでも口座の種類なのでえそれは今までの話その長期分散積み立てを NISA でやるという話ですね,ね、えー、ただ、ここまでこれは本当にあのお得な制度だよという,ふうにおっしゃってますけどもリスクはありますので絶対 大儲かりますという話ではございませんしこれはご自身の判断で決めていただくということが大切かと思います。でそのヒントとなるのが、はい、こちら2冊の本なんですけどもあ,ありがとうございます、はい、実は持ってきましたんですけどおかげさまでこちらは今みたいな話で結構大ヒットになってて、うん、もう万70万部突破しましたがえ、えー、その中で一番言われたのは節約頑張ってます、はい、でもそれでも投資金が足りない、はい、収入自体はどうやって増やせるんですかという話で、うんえー、今度今月<ー>実は今週 発売となったジェイソンにお金の稼ぎ方、はい、これは実際にその収入の方のお話になってます自分の専門性を生かしてその世の中が必要としているものを見つけて交渉することで自分の収入をできるだけ高くしてでそれを全部、えー、その投資に回せば<ー>ある程度将来はその不安を払拭できるという話ですね、はい、よろしければが口頭に抗う術ヒントがいっぱい詰まってます私たちでも真似できるようなテクニックがいっぱい詰まっているということでございますのでご興味 ある方はぜひ書店で手に取ってみてください,い、えー、この時間は厚切りジェイソンさんに解説をしてもらいましたどうもありがとうございましたどうも以上ありがとうございましたジェイソンさん